皆様お疲れ様です。パーソナリティの椿です。世界で広がりを見せている和食、2013年にユネスコ無形文化財として登録されてから、その勢いはさらに加速している印象があります。日本へ訪れる外国人は買い物や観光地巡りを目的とする中、和食を求め訪問される方が一番多いというデータもあるようです。その理由は、新鮮で品質がいいこと、見た目が美しいこと、ヘルシーで健康的、美味しいからという意見が多いのだとか。また観光客の口コミが広がり、海外では日本食レストランが増えているようです。今回は数ある日本食の中から焼き鳥にフィーチャー。初めて焼き鳥を食べた外国人のエピソード、そして後半には焼き鳥の歴史や海外人気などについても紹介していきます。それでは早速、築地で朝食を楽しんでいた外国人のお話を見ていきましょう。日本の焼き鳥を食べると外国人の男の子がフリーズ。俺は築地に住んでいて、毎朝朝飯を食ってから仕事に行っているんだ。そんなある日のこと。その日はいつもの定食ではなくて、なんとなく海鮮丼の気分だった。それで1500円の絶品海鮮丼を食べていたら、小学校低学年と思しき男の子2人を連れたアメリカ人らしき4人家族がご来店。その家族連れが席に着くと、店主が英語で生魚は食べられるか確認した上で、刺し盛り定食と焼き鳥盛り合わせをおすすめ。その家族も素直にそれに従っていた。料理が出る前におしんこと味噌汁が先に出てくると、兄弟のお兄ちゃんらしき方が、お兄ちゃん This is 味噌 soup? 店員 Yes。 お兄ちゃん Oh, I love 味噌 soup。 早速ズズッと一口すすってみるお兄ちゃん。すると目を大きく見開いて、 Delicious! Delicious! このあたりで、ああ、この外国人は観光客ではなくて日本在住なのかなと勝手に想像した。ついでイエローテイル、シュリンプ、ツナ、スキャロップなどとネタ紹介しながら刺し盛りが登場。油がたっぷり乗った寒ぶりをわさび醤油につけてパクッと食べるお父さん、そしてすかさず口の中に追っかけライス。外国人って刺身とかおかずだけを先に食べちゃって、後からご飯だけ食べるってのがほとんどだから、俺と店主で、おお、相当慣れてるねとニコニコ。大きな反応はないものの、やはり大きく目を見開き、納得するようにうんうんうなずきながら食べてるご両親。そして最後に出てきたのは焼き鳥の盛り合わせ。ここの焼き鳥は炭火焼きでマジでうまい。焼き鳥に最初に手をつけたのはお兄ちゃん。肉を串から全部抜いてご飯の上に乗せ、早速口に運び、もぐもぐ。どんな反応が来るかと期待してしまった俺。味噌汁であの反応ならきっと大騒ぎに違いないとの期待に反し、ため息一つ。その一呼吸後に、オーマイゴッドとつぶやいて、お兄ちゃんは放心状態。期待以上の反応に顔を見合わせる俺と店主。1分ほど放心状態が続いた後、聞き取れないレベルの早口で弟くんにわけのわからぬことをわめき散らすお兄ちゃん。残念ながらこの段階で俺は全部食べ終え、お茶も飲み干し、タイムオーバー。俺が出てちょうど満席になる人数の新規客が来ちゃったので、お勘定して退店することになった。投稿は以上のような内容となっていました。海鮮や焼き鳥を外国人が喜んで食べているのを聞くと、なんだか仲間みたいで嬉しくなります。こういったエピソードを聞くと、無性に焼き鳥が食べたくなりますね。焼き鳥の歴史。焼き鳥に使われている鶏、鶏の先祖はもともとは野鳥で、新石器時代末期に日本に家畜として鶏が伝来したと言われています。平安時代の古文書、
類聚造用章には三円の料理として鶏焼き物が記載されています。この頃は野鳥である雉や鴨を食べていたようです。そして江戸時代になると神社の参道ではスズメの焼き鳥屋が名物だったと言われています。江戸時代中期には鶏を串に刺した調理法が記されてあり、この頃に現在の焼き鳥の原型ができたものと思われます。明治時代になると文明開化の影響で鶏も一般的に食べられるようになり、焼き鳥屋台も登場しましたが、まだまだ高級食材ですが、屋台で鶏の羽肉や内臓、豚牛の内臓の串焼きを扱う店も増え、労働者たちが食べていたという記録も残っています。関東大震災以降には焼き鳥の屋台が東京のあちらこちらに誕生。1955年頃にはアメリカから安いブロイラーが入ってきて普及していき、手に入りやすくなった鶏を用いる焼き鳥店が増え、大衆に広まっていきました。ちなみに焼き鳥が初めて英語として現れたのは1962年のことのようです。海外人気。海外でも焼き鳥は日本料理として認識されるようになっており、全世界に焼き鳥人気は広がっていき、外国人の大好きな日本食の順位に必ず入っています。火を通してある料理だし、照り焼きソースはアメリカなどでもとても人気なので、焼き鳥も結構いける人が多いのかもしれませんね。今では現地で独自の進化を遂げている焼き鳥も見られます。例えばフランスのブフフロマージュ焼き鳥です。フランスの焼き鳥は日本のものとはちょっと印象が違い、チーズに串を通し、薄切りにした牛肉で巻いて醤油ベースのソースで焼く料理となります。食前酒と一緒に楽しみたい料理といった感じのようです。フランスの人気料理サイトが投稿したレシピ動画は400万回再生を突破し、ファッション誌エルの姉妹誌が投稿した動画は再生数が800万回を記録するなど、フランス人からの注目の高さが伺えます。またフランス人にとって最も好きな日本料理は寿司より焼き鳥といった声も多いのだとか。ちなみにアメリカ、イタリアなど欧米でも焼き鳥はとても人気ですが、寿司や天ぷらには及ばないようです。フランスでは日本料理として焼き鳥が評価され、頻繁に口にされる中で次第にアレンジされるようになり、フランス流の焼き鳥が生まれたと考えられますよね。それでは次に、海外のネット上でもたびたび日本の焼き鳥が紹介されており、外国人ネットユーザーからは様々なコメントが寄せられていますので、一部紹介いたします。海外の反応。あまり知られていない事実だが、日本で良い焼き鳥屋に入るととにかく煙がすごい、それもああ誰かがバーベキューをやっているんだなという感じの煙じゃなくて、へい消防車はどこだ、クソ何も見えやしないぜというくらいの煙なんだ。そして興味深いことに、アメリカの焼き鳥屋だとそんな煙はほとんど感じられないんだよね。食事中に新鮮な空気が吸いたい気分になることはほぼないのがさらに不思議だよ。俺は焼き鳥を初めて見た時、こんなちっぽけな肉を食べても満足できないだろうと思ってしまった。ただ一口食べた瞬間、虜になってしまったよ。鳥は牛や豚の介護感といった印象が日本の焼き鳥に出会って覆されたよ。日本人は好まれない動物の部位を料理して美味しそうにするのがいいね。職人技とかける手間を尊敬するよ。個人的には焼き鳥屋で食べたハツとトマトが忘れられないよ。チキンを食べて興奮することがあるなんて誰も想像できないだろう。でも僕は本当にワクワクしながら食べた。チキンの皮、首、レバー、心臓、そして何より尻周りの肉、ぼんじり。そう、僕は尻が大好きになったんだ。ポルトガルにも同じようなのがあるよ。こっちではエシュペターダって呼んでいるけど、肉と野菜をミックスさせているね。
個人的には内臓とかわけがわからないものを食べるのは好きではないし、字を見るだけでなんか胃が痛くなってくる。動物のほぼすべての部分を使うことは生き物を食べる上で最も道徳的に正しい行いだ。アメリカとか肉食社会だけど、本当に多くの肉を無駄にしてると思うわ。焼き鳥を食べたことない人は人生に満たされていないよ。外国人の中には焼き鳥の内臓部位を下手物扱いする人もいるようですね。日本人は食に対して探求心がすごいと言われますが、見た目はいまいちでも食べてみたら美味しいものも多いので、もったいないなと感じてしまいます。個人的には海外で人気が出てきているとはいえ、味とコスパなどを考えると焼き鳥はもっと評価されるべき食べ物だと思っています。いかがだったでしょうか。良ければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。